今回はミズノアルファ X ジャパンを履いてみたいと思います。ミズノアルファジャパンは23,650円でカラーが何色か販売されています。ミズノアルファシリーズはミズノフットボール史上の最もスピード軽量性を重視した、ブーツになっています。アッパーを5層構造にすることにより軽量柔軟素足感覚を実現、エンジニアードフィットフォームを必要最低限の質量で配置し、プレー中の横ブレを軽減してくれます。またエンジニアードフィットスポンジはフィッティングを高めるスポンジ材となっています。タンク構造はアッパーと連動したフレームデザインを採用して、ゼログランドのような滑りにくい軽量メッシュ素材を使用して軽量感があります。より縦へのスピードやクイックな動きを実現するためトライアングルスタッドを採用。アウトソールは基本的にスタッド配置をモレリアシリーズを参考に設計しつつ、より縦へのスピードをクイックな動きにフォーカスした構造です。タング、インソール、履き口素材にゼログリップアルファメッシュを採用。シューズの中でズレを制御し、フィット感を追求しキレのある動きをサポートしてくれます。のエナジーをかかと部分に採用してクッション性を向上しハードワークに貢献してくれます。中底には高反発の中底を採用しスプリントを追求、屈曲反発性と剛性の高い中底素材を使用することでスプリントに貢献してくれます。またモレリアネオ3ジャパンと同じエンジニアードフィットラストネオを採用しています。履いてすぐの時は横がきつくて縦が若干余ってるような感覚があったんですけど、履いていくうちに横が足に馴染んできて若干横も緩く感じるようになりました。なのでこのミズノアルファジャパンはワンサイズ小さいサイズを買ってもいいんじゃないかなというふうに思います。個人的に一番いいかなと思ったのはかかと履き口のゼログリップアルファメッシュがとてもかかとがしっかりとホールドされて、あとこの終端部分の裏にも同じような滑り止めがついているので、この終端が途中で横にずれたりすることが全くなくて、そこもいいかなというふうに思いました。